ベリー校の糸も豪華なる、自動書より9月9月は、グレゴリオ歴で年の第9の月にあたり、30日ある。夏と秋の境目とした季節である。日本では、旧歴9月を長月と呼び、現在では、新歴9月の別名としても用いる。長月の由来は、夜長月の略であるとする説が最も有力である。他に、稲刈月が、猫月となり、 長月となったという説、稲塾月が略されたものという説がある。また、寝ザめ月の別名もある。英語での月名セプテンバーは、ラテン語表記に同じで、これは、ラテン語で、第七のという意味の、セプテムの語に由来しているのに不一致が生じているのは、紀元前153年に、それまで3月を年の初めとしていた慣例を1月に変更したにもかかわらず、 名称を変えなかったためであり、7月と8月にローマ皇帝の名が入ってずれたというのは俗説である。これは7月がガイウス・ユリウス・カエサルによってジュリウスに改める以前はクインタイルズと言い,い、これがラテン語で第五のという意味のクインタスの子に由来していて、すでにずれが発生していたことからもわかる。日本の学校年度や会計年度は大半が4月始まりであるが、 世界に目を向けると9月を採用している国が多い。9月はその年の12月と同じ曜日で始まる。彩り好き、祝い好き、栄結、菊崎好き、菊好き、暮れの秋、玄月、剣術好き、聖女好き、蓄水好き、長月、寝ざめ好き、晩秋、募集、もみじき同様に一般的な暦の10月、11月、12月は、それぞれ色生まれ期で8。 9、10番目の月にあたり、ラテン語の、第8の、第9の、第10のを意味する、オクテイビアス、ノーナス、デキムスに由来する。ありがとうございます。